さんこんにちは、ひかりんです。はい、今回のテーマはこちら、 TCG の歴史というわけで、今回は TCG について語っていこうと思います。まず TCG って何なのかっていう話なんですけど、 TCG はトレーディングカードゲームの略でして、まあ皆さんはトレーディングカードゲームって聞いてどんなイメージを持ちますか？子供の遊び？男の子がするゲーム？オタクの趣味？そんなイメージを持っている皆さんも、私の話を聞き終わる頃には印象が変わっているかもしれません。それでは TCG の世界へレッツゴー。はい、それではまずトレーディングカードゲームってどういうものなのかっていうのを説明をしたいと思います。トレーディングカードゲームは、まあ、英語圏ではコレクタブルカードゲームとも呼ばれていまして、基本的に1対1で戦うカードゲームです。まあ、トレーディングカードっていうものがある中で、まあ、遊べるトレーディングカードっていうイメージですね。トレーディングカードのように自分で集めたカードの中から、まあ、デッキと呼ばれるカードの束を作って、それで対戦相手と戦うゲームです。トレーディングカードゲームには、まあ、いくつも、まあ、タイトルが出てるんですけども、1タイトルの TCG には何百種類ものカードがあり、カードにはカード名、イラスト、カードの能力などが書いてあります。これらのカードの組み合わせにより、まあ、作るデッキには無限とも言えるぐらいのバリエーションがあって、まあ、そこには非常に個性が反映されますね。まあ、トランプとか、ウノとか、そういうカードゲームと違って、まあ、デッキを作るところから、まあ、楽しめるというところが、やっぱりトレーディングカードゲームの最大の特徴なんじゃないかなと思います。まあ、トレーディングカードゲームには、レアリティという、まあ、希少度というものが設定されていまして、まあ、基本的には希少度の高いものの方がより強いことが多いですね。でもやっぱり当然ね、レアリティの高いカードだけでは、まあ、勝てないというか、まあ、いろんなカードの組み合わせが大事なので、まあ、レアカードばっかりたくさん入れたデッキでとかでは、まあ、勝てないような、そこら辺もやっぱり面白いところだと思います。まあ、今回ね、まあ、私が、まあ、この動画を撮ろうと思ったのは、まあ、私の今までね、やってきた趣味の中でも、一番たくさんの年月、まあ、遊んでる、まあ、趣味が、まあ、トレーディングカードゲームということで、まあ、このテーマを最初の方に持っていかさせていただきました。まあ、私のね、過去にね、どんなトレーディングカードゲームを遊んでたかとかっていうのは、また別の動画で、まあ、話したいと思いますが、まあ、ざっくり言うと、まあ、マジック・ザ・ギャザリングをはじめ、まあ、いろんな TCG に、まあ、手を出してきました。まあ、現在はマジック・ザ・ギャザリングに復帰しまして、紙の方と、あとデジタルゲームの方でも遊んでます。でまあ、今回は、まあ、特定の一つのタイトルの紹介っていうのではなくって、トレーディングカードゲーム全体の歴史的な話を、まあ、していきたいと思います。ではまず、トレーディングカードゲームって言いますので、最初の、じゃあトレーディングカード、まあ、ゲームじゃなくて、トレーディングカードっていうのは何なのかっていう説明からしていきたいと思います。トレーディングカードっていうのは、ランダムで封入されたパックで販売していまして、収集してコレクションしていくというコレクターズアイテムで、スポーツ、アニメ、アイドルなど、特定の分野を題材にした数十から数百ぐらいのカード群で構成されています。ランダムに封入されていて、なおかつレアリティというものがあって、まあ、希少なカードは出にくいです。パックを開けただけでは、なかなか全種類コンプリート、コレクションするっていうのは難しくて、まあ、それをね、余ったカード同士とかを、まあ、仲間同士で交換する。まあ、トレードっていうんですけど、まあ、トレードし合うところからトレーディングカードっていう、名前がつきました。まあ、近年ではショップなどで、まあ、シングルカードって言ってね、カード1枚単位で販売とか、まあ、してるところもね、多くなってきたので、あんまりそのトレードでカードを集めるっていう物々交換的なね、まあある意味原始的な方法で、カードを収集する人も、まあ、減ってきてはいるんですけども、同じ趣味を持つ者同士でね、まあ、交流して、まあ、コミュニケーションを取るっていうことで、ね、まあトレードっていう行為自体が、まあ楽しい行為だっていうことは否定できないと思います。では次に、そもそものトレーディングカードの起源ってのは何なのかっていうのを説明します。トレーディングカードっていうものの概念が、まあ、いつ頃から発生したかは、
諸説あるんですけど、トレーディングカードの盛んなアメリカでは19世紀後半ぐらいからタバコメーカーが販売促進の目的で同封したシガレットカードが起源であるという説が有力です。当時のね、タバコのパッケージっていうのは薄くって中のタバコがね折れやすいっていう、構造があったために、そのタバコを補強するために中に厚紙を入れてたんですね。で、その厚紙に、タバコメーカーが、イラストとか広告文を入れて宣伝の目的としてやっていたのが始まりだとされています。やがてね、そのカードそのものの、コレクターが現れるぐらいシガレットカードっていうのは人気になりまして、これに目をつけたジェームス・ブキャナン・デューク氏が、イラストのシリーズ化であるとか、イラストの裏面に説明文を入れるとか、番号を入れるなどして現在のトレカの原型となる形を作りました。これがね、大当たりしてデューク社のタバコはめちゃめちゃ売れたらしいですね。シガレットカードは、様々なテーマで、作られたんですけど、特にスポーツ系のカードが人気で、野球のシガレットカードのホーナス・ワグナー選手のカードは、2億円から3億円で取引されるなど、トレカ界のモナリザなんて言われたりもしていました。その後、タバコのみならず、食品関係の、おまけとして、トレーディングカードは発展していくようになります。カード単体の商品として販売が始まったのは、1981年からのメジャーリーグカードが最初です。1990年にはアッパーデック社が初めてレアリティ制度を導入し、現在のトレカの基本的な形が出来上がりました。日本でもトレカも食玩から文化が始まりましたね。有名なものとしては1951年のベニウメキャラメルの野球カード、1971年のカルビーの仮面ライダーカード、1973年に販売が開始されて現在まで販売されているプロ野球チップスなど、あとカードではないんですが、1985年にロッテから発売されたビックリマンシール天使 vs 悪魔編なんかはすごい、当時ね、社会現象になるぐらいブームになりましたね。で、初めてトレーディングカードという販売形態として商品を出したのがベースボールマガジン社が1991年に出したBBM ベースボールカード91というやつです。また名称がトレーディングカードという名前で販売されたのは1994年の J リーグオフィシャルカード94だそうです。はい、それではトレーディングカードの歴史はこれぐらいにしまして、いよいよトレーディングカードゲームの方に戻っていきます。トレーディングカードゲームの起源って何なんでしょうか。トレーディングカードゲームですね。先ほども言いました通り、トレーディングカードで遊ぶカードゲームです。トレーディングカード×カードゲーム、合わせてトレーディングカードゲーム。トレーディングカードゲーム発祥以前は、トランプであるとか、1971年に発売された UNO。日本では1998年に小規格が発売されたモンスターメーカーなどが有名です。世界初のトレーディングカードゲームは、数学者のリチャード・ガーフィールドが発案し、ウィザーズ・オブ・コースト社から1993年に発売されたマジック・ザ・ギャザリングです。主にテーブルトークロールプレイングゲームのプレイヤーを対象に販売された商品で、テーブルトーク RPG やシミュレーションゲームに比べて、短時間で終わり、準備と研究にね、労力をかけた分だけ強くなれることがユーザーにアピールされて、たちまち大ヒットになりました。その後ですね、無数に、TCG は作られてくるんですけども、このマジック・ザ・ギャザリングこそがトレーディングカードゲームの原点であると言えます。では、日本でのトレーディングカードゲームってどうやって発展してきたのかを説明します。1993年にアメリカで大ブームになったマジック・ザ・ギャザリングは、翌年の1994年には TRPG やテーブルゲーム専門店などで輸入されて販売されるようになったんですけど、一部の限られた層だけのブームになりました。その原因というのもですね、英語版しかなかったっていうのも大きな理由になりますね。国産の本格的な TCG としては1996年にメディアファクトリーから発売されたポケモンカードゲーム、それとバンダイから発売されたスーパーロボット対戦スクランブルギャザーが始まりです。で、同年同時期にマジック・ザ・ギャザリングの日本語版の発売も始まります。この時ですね、
マジック・ザ・ギャラリングは第4版でしたね。第4版日本語版。私がマジック・ザ・ギャラリングを本格的に始めたのも、この第4版日本語版が最初です。その後ですね、1997年には、富士見書房からモンスターコレクション TCG、1999年には、ブロッコリーからアクエリアンエイジ、バンダイからはガンダムウォー、TI 東京からリーフファイト、コナミは当時アニメで人気だった遊戯王をテーマにした遊戯王オフィシャルカードゲーム、そして2002年にはタカラからデュエルマスターズが発売されます。まあ、この中で言うとですね、私の遊んだ TCG で言うと、まずマジック・ザ・ギャザリング、そしてモンスターコレクション TCG、 アクエリアンエイジ、ガンダムウォー、そしてデュエルマスターズ。もうなんかほとんど私遊んじゃってるんですけど、結構ね、私、まあ、いろんなトレーディングカードゲームに今手を出してましたね。まあマジック・ザ・ギャザリングの次に長い時間遊んだのはガンダムウォーですかね。その後もですね、様々な TCG が発売されるんですけど、まあ、2002年のデュエルマスターズ以前のカードゲームの中で、現在も続いている4大タイトルっていうのがあるんですけど、まあ、その4大タイトルが、まあ、強すぎて、まあ、新規 TCG っていうのはなかなか根付かないっていうのが難しいところですよね。はい、続いては TCG って資産になるの?っていう感じの話したいと思います。まあちょっとお金の話になるんですけど、TCG っていうのはですね、まあ、一般的にある程度、まあ、金額、投資が要求されるゲームになってます。なぜなら、まあ、TCG っていうのはね、基本的にランダムに封入されたパックを、まあ、購入して、それを開封して、まあ、その中から出てくるカードを集めて、それでデッキを構築するっていう、まあ、関係上、まあ、カード入手そのものが、まあ、ギャンブル性があるんですね。なので、まあ、欲しいカードが出るまで、まあ、パックを剥き続けると、まあ、それだけ、まあ、投資が増えてしまう。当然のことではあるんですけども、まあ、大会などでは本物のカードを使わないといけない。まあ、代用カード、コピーカードとかは基本的には使えないということになっています。希少度の高いカードとか、まあ、強いカードっていうのは、まあ、当然、シングルカードの価格も上がりまして、まあ、欲しいと、そのカードを、まあ、デッキに入れ使いたいと思ったら、まあ、その高騰したカードを買わざるを得なくなります。プロモーションカードとかね、何かゲームのソフトに付属してたカードとか、まあ、そういうカードっていうのはね、結構、まあ、強いことが多くて、希少性も高いんですね。なおかつ、まあ、そのプロモーションの頒布期間が終わると、まあ、さらに入手が困難になって、希少度が上がって、さらに価格が高騰するっていう流れがあります。もちろんね、ただ単にデッキを構築して、仲間内で遊ぶだけっていうなら、安価で遊ぶこともできるんですけど、まあ、勝ちを意識したり、まあ、大会に出たいなっていう風になってくると、みんなが欲しがる高額カードに手を出すようになって、まあ、投資金額が増えていくっていう流れですね。まあ、しかしね、まあ、カードに限らず、この世の全ての物品っていうのは、需要と供給のバランスで成り立ってますので、ほとんどの TCG にはね、サービス終了という恐怖が付きまとうものです。私もね、やっぱり当時ね、ガンダムウォーっていうカードゲームやってて、なんかガンダムウォーが終わっちゃうよってなった時に、まあ、寂しいなっていうのと同時に、じゃこのカードたちは無価値になってしまうのかなっていう、まあ、不安がありました。まあ、せっかくね、コレクションしたカードもね、メーカーがサポートを打ち切っちゃったりすると、まあ、途端にね、まあ、カードが暴落するっていうのもあります。ですから、ユーザー側も、まあ、ゲームの面白い、面白くないだけじゃなくて、まあ、そのゲームが終わるか、終わらないか、より終わりにくい TCG を、まあ、選択したくなるっていうのも、まあ、心理的に働きますよね。まあ、現在まで10年以上続いているトレーディングカードゲームっていうのはごくわずかで、まあ、どれか4大タイトルと言われる、マジック・ザ・ギャザリング、ポケモンカードゲーム、デュエルマスターズ、遊戯王を除けば本当にごくわずかしかないんですよ。しかし逆にね、一定の地位を築いたトレーディングカードゲームっていうのは、カードゲームとしての価値のみならず、投資のための資産価値として取引されることも増えてきました。まあ、サイコさんの TCG であるマジック・ザ・ギャザリングのカードなどでは、古いカードは数十万から
数百万の値段で取引されることも珍しくなくって、まあ、投資家がね手を出すようになってからね、近年本当に価格の高騰がひどくって、まあ、トレーディングカードゲームを知らない人も知ってるぐらい有名なブラックロータスっていうカードがあるんですけど、このブラックロータスの、まあ、一番希少度が高くって一番カードの状態がいいやつなんかは本当に5000万とか6000万ぐらいの価格で取引されたりもしています。もう本当にねいい家一軒建っちゃうっていう感じですよね。すごいですよね。でもね、ゲームとして生まれ、ゲームをすることで、まあ、本当の価値を発揮するべきカードたちが、まあ、投資家に買われて、保管や取引で使われることに、まあ、カードたちは何を思うんでしょうね。まあ、価値が高くなりすぎたゆえに、ゲームカードとして使用されることが少なくなってきた高額カードたち。私個人としてはトレーディングカードゲームなんですから、ぜひゲームで使ってもらえるカードであってほしいと思います。 TCG 市場の話、そして TCG のこれから。 TCG の国内市場は2011年にピークを迎えたと言われています。特にね、大人から子供まで遊べる遊戯王とか、デュエルマスターズが牽引する形で TCG 市場は1000億円を突破しました。しかし2011年を境に TCG 市場は緩やかに縮小していきました。まあその後ですね、各メーカーの、まあ、企業努力とかもあってか、まあ、2015年には前年比 110% を達成して962億円と、まあ、再び、まあ、TCG 復興の兆しが出てきました。同2015年にゲーム開発会社のサイゲームズがマジック・ザ・ギャザリングのプロチームを設立するなど TCG 人気がまた盛り上がってきてるなっていうのを感じます。まああと近年ではですね、デジタルカードゲームの成長が著しくて、2017年の世界規模では日本円にして1400億円と言われています。まあ、昨今ではね、 e スポーツブームで様々なゲーム大会が広がってますよね。デジタルカードゲームにおいてもハースストーンっていうアメリカのデジタルカードゲームが2016年に賞金総額1億円の大会を開催しました。まあ、昨年から大流行している新型コロナウイルスの影響で、まあ、紙の TCG のイベントは激減していまして、それがなおさらデジタルカードゲームの流星に拍車をかけている感はあると思うんですけども、コロナが収束すれば、また紙のトレーディングカードゲームの方も盛り返してくるんじゃないかなと思います。まあ、紙の TCG にはね、まあ、紙の TCG でしか味わえない魅力っていうのがたくさんあります。まあ、先ほども話しましたけど、トレーディングカードゲームっていうのは、もはや単なる遊びだけではなく、まあ、プロプレイヤーがいるような、まあ、仕事としても成立しますし、まあ、投資目的で購入されるようなコレクションとしても資産価値がありますし、もうすでに一大ジャンルとして不動の地位を得ていると言えます。まあ、今後もね、各メーカーがね、4大 TCG に肩を並べるべく、まあ、数々の新作 TCG を世に送り出してくると思います。まあその大半は数年で消えていくかもしれないんですけども、きっとその中から人気となった TCG が5大 TCG とか6大 TCG って呼ばれる時代が来るんじゃないかなっていう、まあ、期待と希望を胸に、私はこれからも、まあ、TCG ジャンキーとして、まあ、いろんなね新作 TCG が出たら、とりあえず買って遊んでみるっていうのをちょっとやりたいなと思っています。はい、では本日のまとめです。私はゲームが大好きです。特に TCG に限らず、リアルで人と向き合ってやるアナログゲームが大好きです。私はセクシュアルマイノリティで、それが原因で変な目で見られたり偏見や誤解を受けることもあるんですけども、同じ趣味を持つ者同士、好きなことについて語り合うときはジェンダーレスだと思います。セクマイって言っても、まあ、奇人変人変態ではなく、みんなと一緒の一人の人間なんだなっていうふうに思ってもらえると思います。先ほども言ったように、まあ、TCG は今や子供っぽい趣味なんかではありません。オタクの趣味でもないです。セクマイ、LGBT だって異常性愛なんかではありません。好きなものを自信を持って好きって言える、そんな世の中になればいいなと思っています。というわけで今回は TCG の歴史について語ってみました。じゃん、ヒカリンでした。またね。